ウィンザー・マッケイ9月26日から1934年7月26日はアメリカ合衆国の漫画家、アニメーター、アニメーション監督であり、数多くの作品を残したアニメーション映画の創始者である。マッケイはミシガン州スプリングレイクで父、ロバート・マッケイと母、ジャネット・マレー・マッケイの間に生まれた。マッケイの青年について確実には知られていない。 マッケイ本人は自分は1871年にミシガン州スプリングレイクで生まれたと主張しているが、マッケイの母品には彼の青年として1869年という数字が刻まれている。また国勢調査ではマッケイは1867年にカナダで誕生したと記録されている。マッケイの出世時の本名はゼニス・ウィンザー・マッケイであったが、 後にマッケイはゼニスを落とした、ウィンザー・マッケイと改名した。マッケイは、ミシガン州立市販大学を卒業した。17歳の時、サーカス団の巡業に加わって、ポスターや看板を描く仕事に従事した。1899年に、オハイオ州シンシナティへ。シンシナティでは当初、見せ物小屋で絵を描いた。この見せ物小屋での活動は後に、 ファンタジーの世界を描くのに役立ったと言われている。やがてマッケイはその才能が認められ、シンシナティタイムズスター神のスタッフ画家に雇われる。同志ではニュースのイラストを描いたほか、日曜版で初めて漫画を描くこととなった。1903年にニューヨークへ出て、以降は漫画やアニメーションの世界で活躍した。メディアを再生するウィンザー・マッケイ。 The Famous Cartoonist of the NY Herald and His Moving Comics マッケイの最もよく知られた作品は1905年から1911年までニューヨークヘラルド誌で連載された漫画作品夢の国乗り取るにもと1914年に制作されたアニメーション映画恐竜ガーティーである。マッケイの漫画作品夢の国乗り取るにもとチーズトーストの悪夢は どちらも登場人物の夢の世界を舞台としており、夢の中の光景や感覚による幻想的表現を特徴としていた。マッケイの漫画は大規模な人気を得ることこそなかったものの、その表現力に富む画風により、常に根強い人気を保ち続けている。新聞史上においてマッケイは、ページ一面という当時としては、非常に大きなスペースを与えられていた。 当時の漫画におけるファンタジー表現の分野においてマッケイと被験し得たのは後に漫画家から芸術家に転向したリオネル・ファイニンガーのみであった。恐竜ガーティ・マッケイは数千コマに及ぶ動画をマッケイ自身が手書きした多くの短編アニメーション映画も制作し、寄席でのボードビル公演にこれらのアニメーション映画を利用した。マッケイは講義の後に絵を描いてみせ、その後に アニメーション映画を上映し、自分の手からアニメーションのキャラクターが生まれる様子を披露した。1930年代のウォルトディズニーのアニメーションに、匹敵シュール精密なディテールを備えた、マッケイによる革新的なアニメーション映画、恐竜ガーティの主人公ガーティは、映画研究家及びアニメーション研究家から、 ユニークかつ現実的な個性を備えた最初のアニメーションキャラクターとして評価されている。この映画ではトラブルを引き起こしたがアティはマッケイに叱りつけられて泣きわめき、最後にはマッケイ自身を背中に乗せてアニメーションの絵の中に入っていく。マッケイは彼自身の漫画チーズトーストの悪夢を原作にしたアニメーション連作に加えて魚雷攻撃により撃沈された。 遠洋戦イルシタニア号をリアリスティックに描写した、ルシタニア号の沈没を制作した。このアニメーション映画には、第一次世界大戦へのアメリカ合衆国参戦を鼓舞するメッセージが込められていた。リトルにも、ありがとうございます。